にエレちゃん実装ですね、とガルラレイエイです。ガルラもそう思うで、とガルラレイビーだぜ。人気サバだから楽しみだね、とガルラレイシーだよ。ところでなんで私たちこんな姿になってるんだ。どうやらエレちゃん実装で限界を達化してしまった結果こんな姿になってしまったのかと。びっくりだね。限界オタクの慣れの果てがこんな姿なのかよ。というかみんな同じ姿だからわからんわ。じゃあスイナちゃんだけでも見た目変えましょう。わーい。いやすごい雑なんだけど、正直自分で書き足してもよかったんですけどめんどくさくて、あと割とこれでも時間かかったんですよね。コスパ悪すぎだろ。ということで試合に入っていきましょう。 HP 19000となかなかモリモリだな。素の HP が高いですからね。攻撃力は低いですけど、つまり耐久型のステータスだな。なので随意霊装でよだめつけていこうという感じですね。よだめの恩恵結構でかいからな。 HP 3000上げて長所も伸ばせますし、ただ防具威力が低そうだな。なので霊装を防具威力霊装にするのもありですね。それでレディフォクシーという霊装が話題に上がってましたね。HP3000 も出るし、防具威力も上がりダメかもついてる。耐久して防具打つのにぴったりの霊装だな。今度試してみたいですね。できないわ。覚悟なさい。はい、では1式の説明から。自身に弱体無効状態20秒、即死無効状態15秒、強化開示耐性15秒を確率で付与プラス無敵状態を付与10秒。スキルまで80の確率でいろいろついて無敵が確定って感じか。無敵は負担、必須対策になりますし、強化開示耐性は格上げ可能のでなかなかいいですね。弱体無効もついてるしな。お次は2式、自身のバスターカード性能をアップ15秒か MP を増やす。バスターの倍率は50で MP は25獲得だな。バスタークレーン性能で防御もバスターなので使えそうですが15秒なので、こちらがメインというよりは MP 獲得がメインといった感じですね。ふむふむ。お次は3式、3人の味方全体に冥界の守り状態を付与、防御力をアップと MP 獲得用をアップと最大 HP をアップを30秒。冥界の守りは攻撃に持ってると攻撃力を20上げてくれる感じのものです。狙うほどの効果量ではないのでこれはおまけ程度に思っていいぞ。防御アップは 20%、 MP 獲得用は 30% で、なんと最大 HP 3000上限アップする感じです。2式と合わせて MP 効率いいし、防御力と HP 上限アップで耐久面でサポートできるかなり優秀な全体スキルだな。強そうだね。最大 HP アップは実質 HP 回復の上位互換なので回復もできますね。これはチーム固定で役に立ちそうだな。そしてこっちはもっとすごいぞと攻撃モーション。コクリ。まずはクイック。クイック1、2ともに射撃属性で、クイック2がサーチ攻撃なんですよね。なかなかえげつないな。そしてなんと攻撃が早い上に回避を結構な確率で食います。サーチ攻撃だからそうなるのか。今の攻撃回避で寄せられましたがクイック2が当たりましたね。突破時も良好だからクイック狩り出して火力も補えそうだな。全体的にクイックは攻撃が早くリーチもなかなかありますね。お次はアース。こちらはアース2が射撃属性。アース1はリーチが一番長く攻撃もコンパクトなので初手に置くといいですね。ただ射撃属性じゃないことも考えると状況によるかもな。接敵時はアースで対マン時はクイックって感じですかね。あとアース1だけ射撃属性じゃないので3枚目に置くと出ないのかよ状態になるので、そこには注意が必要です。そしてアース2、これもサーチ攻撃なのですがクイックより回復性能が高いっぽい印象でした。そう思うと AQ とか接敵時良さそうかもな。アースはヒット数が多くスキルも含めて MP もかなり溜まりやすいです。そしてバッター今読みましたか。回避踏んだところをバスター2で回復いました。これもサーチ攻撃なのか。ここでオーブ。お願い、フェスラムカーよ。冥界の守りを知りなさい。いでよ、活熱神殿。これが私のクルキガルイルカルラ。この時は2匹のバフが乗って卵のバフもあったのでかなりダメージ出てますが、バフ内と9000ぐらいなので低めです。話は戻ってバスター1の性能はリーチが長く砲弾みたいな感じだな。ダメはあんまりがバスターの割には少なく発生保証があるのではという噂がありますので、シューターに滅法強く出れそうです。バスターにはさっき言った感じでサーチ攻撃で回復得るぜ。隙がバスターの割には少なくリーチも長いのでカット合戦やダメージ取りたい時に使うのがいい感じ。あと横軸合わせると回復得るので横槍の時いいかもですね。まとめるとアース1以外は射撃属性で、すべてのカードの2枚目がサーチ攻撃だな。
本攻撃が素早いクイックを中心に組み立てて、アーツはリーチが長く接敵時に使ったり、NP 貯める時に使う感じですね。バスターはリーチがかなり長いので、カット合戦やダメージを稼ぎたい時に使う感じ。カード選びは接敵時に A99、乱戦時は999、攻撃振った時や横槍の時 BB 自流といった感じ。お次に宝具。全体宝具でアルジュナの範囲に横を広くした感じです。壁貫通はしないよ。チャージ時間は 2.5 秒だな。あと先ほど言ったがダメージはあまり出ないので霊装で補ったりするといいかもな。宝具レベルとかフェイタルで伸ばせますのでお金がかかりそうなサバです。金星の女神よりがめついのな。体質なので仕方ないです。体質なので。そして足回りは 5.84 組とイシタルと同じ速度。アルテラより遅くてエリアより速い感じだな。平均的な足回りですね。さて、総評に入るのは最後にして、実況に移っていきましょう。さて試合開始。サポシンガン早速来てるな。これなら積極的に前出ても良さそうですね。うちも話しても攻めすめやで。はい、3式は開幕吐いて、初手をバスターにしておきますか。気軽に初手バスターにできるのはいいよな。空振りましたが何回レちゃんに当たってノックバック取れましたね。ラッキーだね。止めて無敵を剥がして、しかし孔明のカットが入る。途中味方のカット入るかなと思い回避しませんでしたが、世の中そんなに甘くないな。さて割と距離ありますがバスターに当たるわけ。おっとこれも回避うまか。きっちりサボ用も弾いていく。ほんと万能だね。そしてこちらがノックバック入れている間に味方が相手を犯していく。運よく電柱に当たりコントを取れましたね。にしてもここだけにでも熱が回復ようね。そんなエレさんですが攻撃力が低い他に弱点があります。おい、それは遠距離サバみたいに周りをクルクルされると攻撃が当たらないことですね。そうなると対マンで対策をされるときついな。一応対策の対策もあって自分が横ダッシュすると向かい合ったままにできますね。まあそれも攻撃振る前に分かっていたらの話だな。そこら辺は読み合いになるかもですね。さて実況に戻っていくと、相手が孤立しててそこに敵味方集結してる感じですね。いや、利用かかったな。今のうちにバッチ買っておいて体力回復です。この乱戦時に装具狙いますが、その間にマークされたな。なかなか打てないね。とりあえずノックバックしたところに相手がいるのでとどめ打ちますか。そして味方の装具。これで一気に相手を落とせましたね。今のうちに装具狙いたいが、打たせまいとこっちに攻撃してきますが、そもそも攻撃比べることも想定ない。攻撃のしたままにできたからラッキーだな。順調だね。にしてもエレちゃん攻撃で負けにくく、さらに味方の耐久もサポートできるとはかなり優秀。宝具の回転率もいいし、威力をなんとかできればめちゃくちゃ強いな。ちなみに宝具最短にしてないのであまり当てれていませんが。さて宝具狙っていきたいですが、どうやら相手が来た様子。さて相手は弱と弱体化されたとはいえ、性能普通に強いから見ものだな。攻撃を光らせることにより相手は攻撃せざるを得ないので、攻撃を振らせたところを回避を許さない攻撃でノックバック入れていく。ここでキッチン回避が入れていくが順番使って避けられたな。ここ初段避けられましたが2段のサーチにしてれば仕留められましたね。逃がしちゃったね。そこら辺はコマンド選び大切にしていきたいな。ここでゲームセット。対戦、ありがとうございました。決まった。やっぱり人生より明快よね。さて、エレちゃんの総評ですが、攻撃モーションが激強でスキルもかなり優秀。足回りは平均ですがそれを補うほどのリーチ。MP 効率もかなりいいですが攻撃力が低い耐久型のサバといった感じ。おそらく環境上位に食い込む気がしますね。エレちゃん使いたい人は宝具レベル重ねてフェイタルも極力集めた方がいいな。攻撃力少しでも上げておきたいですからね。さて、今回はここまで。最後まで見てくれてありがとね。もし、チャンネル登録してくれると、ドレイク、伊蔵さん、アルテラ動画を上げる予定なので見つけやすくなるぜ。チャンネル登録者1000人目指してるから、応援よろしくね。高評価もしてくれると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。